フルー・マクミランは南アフリカスプリングス出身の男子テニス選手。フルネームはフルー・ドナルド・マクミリンという1960年代後半から1970年代にかけてダブルスの名手として活躍し、とりわけボブ・ヒューイットとのペアで多数のダブルスタイトルを獲得した。キャリアの後半にはオランダのベティストーブとの混合ダブルスで多くの好成績を出した。 彼は、フォアハンドストローク、バックハンドストロークとも、両手打ちで、いつも白い帽子をかぶってプレーしたので、誰からも見分けのつく選手だったという。マクミランは1965年から、男子テニス国別対抗戦、デビスカップの南アフリカ代表選手になり、1978年まで、その位置にあったが、 14年間の代表経歴を通じて、シングルス選出場は2試合のみで、ごく早い時期から、ダブルスのスペシャリストとして、活動を始めた。最初期のマクミランは、デビスカップのダブルスで、キース・ディープラームとペアを組んでいた。1966年、マクミランは、全仏選手権の混合ダブルスで、アネッテ・バンジルとペアを組み、ここで、 最初の4大大会タイトルを獲得した。この年にボブ・ヒューイットと出会い、彼とのコンビで多数のタイトルを獲得し始める。ヒューイットはオーストラリア出身の選手であるが、南アフリカの女性との結婚により、1964年にオーストラリアを離れて南アフリカ市民権を取得した。1967年のウィンブルドン選手権でマクミランは、 ヒューイットとのコンビで初めての4大大会男子ダブルス優勝を果たす。パートナーのヒューイットはまだオーストラリアにいた頃の1962年1964年にフレッドストールと組んでウィンブルドン男子ダブルスに2勝を挙げていたがマクミランにとっては初栄冠だった。それから5年後の1972年マクミランとヒューイットは全仏オープンとウィンブルドンで4。 大体会男子ダブルスに連勝を達成した。しかし、二人にはまだ全米オープンが残っていた。ようやく1977年、二人は全米オープン男子ダブルス決勝で、ブライアン・ゴッドフリートラウル・ラミレス組を6から4、6から0で破り、初優勝を決めた。1978年のウィンブルドンで、マクミランとヒューイットは、若きジョン・マッケンロー ピーター・フレミング組を6から1、6から4、6から2で破り、最後のタイトルを6年ぶりのウィンブルドンで獲得した。シングルスでのマクミランは、1972年、全米オープンのベスト8が、自己最高成績であった。この準々決勝で、マクミランは、クリフリッチーに6から3、1から6、4から6、2から6で破れた。 全仏オープンは1967年1971年の3回戦、ウィンブルドンは1970年1978年の3回戦が最高成績であり、全豪オープンは1971年が唯一の出場で1回戦敗退に終わっている。混合ダブルスではキャリアの後半期を迎えた1977年から1981年に、 かけて、好成績が多かった。マクミランは、オランダのベティ・ストーブと組み、ヒューイットは、同じ南アフリカのグリア・スティーブンスと組んで、混合ダブルスで、決勝対決をすることが多かった。マクミランとストーブは、全米オープンの混合ダブルスで1977年から1980年まで4年連続決勝進出を、果たし、 ウィンブルドンの混合ダブルスでも1977年の1979年1981年の4度決勝に進み、総計8度の4大大会、混合ダブルス決勝戦を戦った。そのうち、全米オープンは1977年と1978年に2連覇を達成し、 ウィンブルドンは1978年と1981年に2勝を挙げている。1977年全米オープンと1978年ウィンブルドンでは、マクミランは男子ダブルス、混合ダブルスの2部門制覇を成し遂げた。彼の最後の4大大会優勝となった1981年ウィンブルドンの混合ダブルス決勝では、マクミランとストーブは、 ジョン・オースチントレーシー・オースチン組に4から6、7から6、6から3の逆転勝利を収めた。フルー・マクミランは1965年から1978年まで14年間、デビスカップの南アフリカ代表選手を務め、通算25勝5敗の記録を残した。彼のダブルス総計勝利数と、マクミランヒューイット組によるダブルス通算。 16勝1敗の記録は今なおチーム歴代1位記録として残っており、二人は南アフリカのベストダブルスチームとして記録されている。しかし、南アフリカは1979年からアパルトヘイトのためデビスカップ出場資格を剥奪され、1992年までデハイ復帰を認められなかった。1992年、マクミランとヒュイットは、 南アフリカのテニス選手として、二人一緒に、史上初の国際テニス殿堂入りを果たした。しかしヒューイットは、教え子の女性に対する性的虐待の疑いで2012年に、資格停止となった。現在は、テニス解説者として活動している。ありがとうございます。